皆さんこんにちは、リーチエンジェルチーム A の桃原ひかりです。リーチエンジェルチーム H の大鳥ゆまです。はい、今回も始まりました、リーチエンジェルのアローへ行こう第2回目となっております。さあ3店舗ですね、八尾エリアで、はい、3店舗でちょっとですね撮らせていただいて、はい、3回連続で私たちがね勤めさせていただくんですが、はい、今回はこちらですね、アロー四季駅前店さんでの、はい、バトルとなりますが、はい、あのね、駅が真横なんですよ、はい、駅ものすっごい近い近ってない、ちょっとびっくりしたんですけど、はい、で、2チームにね、はい、分かれて対戦ということで、前回ですね、はい、ちょっとルールも決めさせていただきまして、はい、3店舗の、ね、実践して大当たりの合計回数で、はい、ちょっとですね、勝敗を決めさせていただくっていうことなんですが、はい、はいはい、前回はね皆様ご存知の通り、はい、私チーム A 桃原ひかりが見事勝利と、はい、なりましたということなんで、こちらですね、あの四季駅前店さんはでもちょっと私がまた勝たせていただこうかなと。絶対無理です。勝ってね、今日は、今日こそは、うん、負ける気しないんで。いやいやいや、勝つオーラが寝起きから、はい、寝起きから出てたの、勝ってるんで、はい、怖っ、絶対勝ちます。もう電車どんな感じで乗ってたのそれオーラムンムンで、いやいや、でもね、チームでね、はい、5勝したら豪華なしね、プレゼントご褒美が、はい、あるということなんで、はい、まあ、チームで一体になって頑張っていかないといけないん で、 そうなんです。まあチームね5人ずついてるんで、はい、まあまあまあ私たちがねちょっと頑張っていかないといけないんで、チーム H に分かれて今回も、はい、バトルを繰り広げさせていただきたいと思いますが、はい、まあ、今からね、入場して、はい、まあ、お昼からですね、昼から、まあね、はいはい、お昼からの実践ということなんで、今から、ちょっと商いの方をね、はい、見させていただいて実践機種を決めさせていただきたいと思いますので、はい、皆様、今回もこうご期待バトルをね楽しんでいただきたいと思います、はい、電車聞こえました、今それだけ近いです、それだけ近いというふうに、ね、伝わりましたね。さあそれでは今から、はい、実践の方をさせていただきます。頑張ります、頑張ります。リーチエンジェルがアローを舞台に2チームに分かれてガチンコ対決。ルールは対戦する2人が毎回決め、今回の対決では3店舗で実践し、合計大当たり回数が多いチームの勝利となります。実践時間は1時間半、果たしてどちらのチームが勝つのでしょうか。そして先に5回勝利したチームには豪華賞品が待っているぞ。リーチエンジェルのアローへ行こう、始まり始まり。2店舗目に訪れたのはアロー四季駅前店。パチンコ256台、スロット136台設置されています。さあそれではただいまから、ちょっと実践機種の方を、はい、決めに行くんですけど、はい、何打とうかな、全然決めてなくて、ちょっと待ってください、私、何私が決めたい、いや私が決めたいっていうか別にバラバラでもいいからね。え、何一緒がいいの、一緒がいい何がいいの、困りがいいです。何がいいの、私パチンコが大好きなんですよ。あー、うん、パチンコが大好きというか、はい、パチンコしかできない、そうなんです、そう、私パチンコしかできないんですけど、うん、ガローがすごく好きなんですよ。ガロー、あー、でも私も好き、めっちゃ好き、相性はいい、そうなんです、私ガローが一番好きなんで、うん、もし空いてたらガローがいいかな。ガローか、空いてるのかな、空いてますかね。結構にぎわってるんですよ ね、いっぱいたくさんの人が、ね、前回の四季店様も、はい、そうでしたけど、四季駅前店様も結構なにぎわいで、はい、すごいですね、すごい数のお客さんはですね、あった輝かしいね、金色だね、金色、ちょっと行くか、あー、空いてたね。ただ、式典の時って、はい、稼働台だったじゃない、はい、で、稼働台が空いてるのよね、はい、なんで、ちょっと私、稼働台、なんでやねん、私、稼働台がいい、ちょっと払いのけたね、私の稼働、この前のスロットで、光さん、稼働台で買ったじゃないですか。あ、そう、今日私に稼働台くださいよ。じゃあいいよ、たまあまあまあ、そこはね、先輩としてはね、よっしゃ、譲らないといけないよ。まあでもこっちでも、こっちの方がすごかったら後で文句言わないでよ。
いやいや、もう私はもうこっち決めたから、フェイスオブガローもう作るんでパカパカね、パカパカパーフェクトフェイスオブガローパカパカするのね。オッケー、分かった。じゃあこちらの、はい、はい、ガロで、こちらもガロで出していただきたいと思います。今ちゃんが351番台、私が352番台で、はい、はい、実践の方スタートさせていただきます。さあそれでは、早速実践の方スタートさせていただきたいと思うんですが、はい、今、はい、あのね、実践時間が1時間半しかないのに、はい、このゴリゴリの、はい、マックスタイプのガロで、はい、いくのけど、私も当てれる気しかしないんですよ。あ、自信があるのね、はい、まあ、それだけ相性がいい。もうということは勝てる、ガロはいいやったら負ける気がしないんで、この前のバーチはちょっと負けちゃったんですけど、じゃあ早速自信満々らしいんで、それをケチョンケチョンにしたいと思います。はい、それでは実践スタートをさせていただきます。頑張ります、頑張ります。勝って負け、もうパチンコでもスロってもう有無を言わさないぐらい、もうバッチリたくさんね、大当たりをもう出したいと思います。なんかいきなりお願いします。演説に行ってるけどダメだね。それは弱いわ。本当この前からひかりさんすごい意地悪。頑張れ。頑張れ。しょうがない。でも結構早かったね、なんかそういう演説が出るのが、ね、まだ早いですこれ。こうマックスタイプなんでね、なかなか当たらないんじゃないかって結構ね思われがちなんですけど、マックスタイプでもアマネちなみに当たるときは結構早いですからね。ボタンがブルブル震えてますけど、微妙、何かいい演説に行くのかな。リアン、うん、ね、あれですよ、昔のパチンコの台って、ね、ボタンが震えたりとか結構赤色であったりとかものすごくプレミア感があったんですけど、おお、ちょっとそんなこと言ってる間に、え、あーしかもそんなに出てきた、来たフェイスオブガロー。いやでも当たったとは限らないからね、角が出てきてない、角が、角ちょっと近かったですね、ちょっと甘かったよ角の出が。でもいや微妙だね、やっぱでもガロといえばエフェクトの色が重要だから。そうなんですよ、赤色、横から見たら 3D がすっごい気持ち悪かった。赤色、いっちゃ、まさか当たるの、ちょっとこれは来たんじゃないですか。え、なんでやろ。いや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 、外せ外せ、押してあげようか。やめてやめてやめて、いきます。あーおーマジか、マジか、やったやった、やった
つまでできてないから。おっそー、ちょっと見ました、ちゃんと見ました。見てない。いや、え、なんですごいな。いやいや、でももう早いな。やったー、やったー、早っ。いやー、これはやばいな。いや、まさかやっぱりガロン愛がガロンに届いたんですよ。やばいな、これでアミテラス ST 入れられたらちょっとまずいな。ガロンはもうほんと ST 入るとやばいから。頑張れ頑張れ、突破突破。セーフ。いや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 、まだキュインキュインってくるから。そう、勝ちパターンあるからね。小屋かな。いや、ここで ST 入らないのが愛情は足りないってことよ、本当に。あれ、あのね、ガロケン押し込む気合が足りなかった。あ、もっともっと気合入れた方が、うらーみたいな感じの、あの、本当にホラーを倒すぐらいの勢いで刺さなかったら多分。なるほどなるほどなるほど。お、お願いします。お、なんだかリーチになったけど、待て、お、おっと、金色になる、来ましたよ。金色に、しかも星4つ、星4つ。ちょっと今から金色になります。あれ、あ、うーん、ちょっとやばいと思ったけど、あれ大丈夫みたい。いや、あー、まあよかった、ドキドキ。まあ何度パチンコ台でもそうですけど、いじらんしないとやっぱりね、いい演出にはなかなかいかないんでね。やめて、いや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 、待って、ああ。せめてなんかあれですね、見どころ SP リーチでもしてくれたらいいですけど、私もガロケンを刺したい。お、なんだ、いいよいいよ、継続継続、いいね、よっしゃ、若いやろう、継続、うー、あ、お、3回目、ゆりさん、いや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 、ゆりさん来ましたよ。3回も行ってないな今日。マジュウ、もう一回、あ、あ、おー、赤色いったね。私も行かないかな。お願いします。いやけど、もしかしたらあるかも。赤、青か。ひかりさんが嬉しそうな顔で見てくる。はぁ、あ、あ、角生えてる、角出てきた、あ、出てる出てる、さっき出てなかったのに。え、びっくりした、ちょ、見ました。いやいや、びっくり、今ので当たる、当たる、嘘でしょ、当たりました、イエーイ。
私まだ一回も当たってないのに。いや本当もうもうこれで安心です。ゴーお願いします。入らないね。嘘、いた、セデン引いた。何セデン。嘘。でも前回の分と足したらまだ追いついてないからね、私に。これが実力の差です。いやー、来たイエイエイ。やりやがった。いい音。おっとやばい。やばいやばい。またしても、ああ引きがいいのか悪いのか、こんな逆転の大チャンスを逃してしまいました。おおお、やめてやめてやめて、リーチ、おーおー、目が痛い目が痛い。え、でも一回も疑似連が起きてないのがすごく心配。まあまあ疑似連もないし、炎ちょっと大きいけど緑色やったし大丈夫かなと。ぐはしょぼ、金色にさえなってない。お、ガロ眠ってはるんで、どうにか当たらないかな。どっかで確定演出とか出てこないかな。イエーイ、いいや、復活する。いや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 、復活するかもしれない。ないな。さあ、え、何のカウントダウン、カウントダウン、無理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 。え、誰だね。カウントダウンが始まってみるか。2、1、うそー。いや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 、じゃあここの保留だけ、保留で保留で保留で、保留で、いや、私は保留で当てる自信がある。ちょっとここでまさかのタイムアップなんですけど、保留で当たらんかな。さあ保留の色は変わらないかな。マジかー。さあ1点だな。森はあと1個ずつ。ガイ、あー終わっちゃいました。もうこのままリズガラが全部揃わないかな。タイムアップということなんですけど、はい、終了ですね。タイムアップということで、はい、はい、実戦終了ですね。はあ、アロー式駅前店のインフォメーション、遠山さん、そして日渡さん、お願いします。当店は JR 式駅から徒歩1分の場所にあります。大型立体駐車場も完備しており、車でのアクセスも便利です。今年で12周年を迎えました。お客様にとって心地よい場所であれるように、これからも喜びと感謝の気持ちを忘れずに、親しみやすい和やかな遊戯空間を作り続けていきます。ぜひ皆様のご来店をお待ちしております。お待ちしております。お待ちしてます。実践終了、お疲れ様でした。あれ、何、あれ、私今映ってないと思うから。あれ、何、何、あれどうしたんですか。存在薄いでしょ。いや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 、なんかどうしたんですかね。何かありました。何もかも何もないですよ。お、何もないですよ。逆に逆に逆に何もないですよ。
はい、じゃあもうもうささっとあの実践報告、はい、報告、はい、どうぞ。はい、アロー四季駅前店さんでの結果発表なんですけれども、はい、何言った CR ガローの方を、はい、ガロー金色になれの方を出させていただきまして、はい、そうね、私なんと2回ボーナスを引きました。そして隣で誰かいた、隣誰かいた、なんかいたと映ってないんじゃない、誰もなんか、ね、ちょっとあれじゃない、今一人でやってたでしょ、なんか、はい、え、どうだったんですかね、はい、はい、私もモメントサリーで歌せていただいてたんですが、これです、これ、あ、ガロー、これね、これね、これです、はい、ゼロ回で、ゼロ回、イエイ、はい、ということで前回と合わせて、はい、ま、私はトータル大当たり回数8回、8回で私、はい、トータルで7回、おお、近づいたね、寄ってきたね、はい、やっと追いつくことができました。 ST 正直入った時に抜かされると思った、はい、いや私もあ、もうこれ勝ったなと思ってたんですけど、うん、見事にスルーしたね、まさかの引きの弱さ全開で、うん、ね、猛ダッシュで駆け抜けてきたね、駆け抜けていきましたね、まあでもね、びっくりしました、これで終わりじゃないか、そうなんですよ、次回、そう、次回ラストですよ、3回目、ラストなんで、はい、そこで勝負が決まります、はい、なんでこれはね絶対に負けられない戦いがここにはありますから、はい、最後ラスト一体どうなるのか、まあね、今回ねリーチェンジャーのアロエ行こう第1回目なんで、はいはい、1回目、一体どっちが第1回目の勝利を飾るのかということなんで、はい、ぜひ、はい、皆様次回は、はい、アロー八尾駅前店での最後バトルとなりますので、はい、皆様こうご期待ください、はい、次も最後ですか、負けないよ、絶対に負けないです、はい、もう私たちチームの命運がかかってますので、はい、頑張りたいと思います、頑張ります、本日はありがとうございました、ありがとうございました。